諫早武春は、江戸時代後期の武士。秘前国佐賀藩士。諫早鍋島家十五代当主。諫早家は、龍造寺高信のまたいとこやばれの子孫。藩主鍋島氏の旧主君龍造寺氏の一族で、鍋島氏をはばかって、諫早氏を称す。家紋は、登藤。代々藩主の返記を受け、茂の字を配慮している。藩内の価格は、新類同格。 竜造寺氏一族として、藩内で、大名並みの治療2万6千国と強い影響力を持つ。硬下4年3月30日、諫早優秀十四代、諫早茂隆氏と、正室、お民の長男として誕生。陽名は、父と同じますます千代。海岸年2月25日、父、茂隆氏が死去。ますます千代はまだ幼いため、おじ、 諫早しげる孫が、諫早家の家督を相続。家営5年3月、しげる孫が隠居して6歳で家督を相続した。幼い駅仙台に代わり、母を民の兄、熊代健在が火星を監督した。長崎への異国船の到来が頻繁になったことから、藩主なりなおから、長崎港警備の強化のために、長崎に近い領内、八神村に家臣を駐屯させるように命じられる。 長崎防備の費用に充てるため、領内おじまたの干拓開墾を許された。安政5年5月、長崎後継日に、家中一同励んでいることを、藩主、蔡氏に称された。万円元年藩主、鍋島仁志政治女、久し姫と婚約。文久2年7月8日死去。去年16、菩提寺の天遊寺に葬られた。家徳は、おじ。 裾早一学が相続した。ありがとうございます。